この画面見れる限りは結構綺麗なんだけど。パソコンで見るとちょっとがっかりなんだな。大滝根山は福島県田村市にある最高点1192メートルの低山です。山頂には自衛隊のレーダー基地があるので見晴らし的には今一つですが、この山の特徴としては標高の割に鎖場やロープ場など変化に富む山高が楽しめる点です。今回は仙台平キャンプ場方面から沢沿いをたどるルートを登りましたが、沢を流れる水音を聞きながらの山高はとても心地の良いものでした。途中廃棄されたはしごやロープがそのまま放置されていて、トラップ的に迷いやすいシーンがいくつかありましたが、それらを差し引いても非常に良い山であることに変わりはなく、また訪れたいと思える魅力のある山でした。それでは登山スタートです。山っぽくなってるね。気持ちのいい山だ。
石段が綺麗だ。すごい石段が綺麗だ。あ、出るのかな。それだし、こっちか。
よいしょよいしょ。しかない。また草になって。まあ鎖使わなくてもいいけど使った方が楽か。人工物があるのは嫌だな。確かに。登山道自体が人が作ったもんだけどね。ペラペラ石。
あ、これだ。誰かいると思ったけどいないね。あるけど基地が見えるんだ。ごちゃごちゃしてるよりはいいかな。